広場です。もうすぐクリスマスだね。みんなはサンタさんに何をお願いするのかな。そっか、楽しみだね。今日は冬にぴったりなポンポンスノードームを作るよ。みんな、スノードームって知ってる？こんな風にすると雪が降ってるみたいだね。今回は画用紙で簡単に作れるから、ぜひお家で作ってみてね。今からポンポンスノードームを作っていくよ。用意するものは、画用紙。これはお家にある好きな色の画用紙を使ってね。ハサミ、のりと手拭きのタオル、綿棒、スタンプ台。スタンプ台がお家にないときは絵の具でも作ることができるよ。お家にあるものを使ってね。折り紙、ペン。これはお家にあるクレヨンや色鉛筆、絵が描けるものを用意してね。みんな準備できたかな？それでは作っていこう。画用紙とハサミ、描くものを用意してね。まずは土台の形と丸を線で描こう。難しかったらお家の人に手伝ってもらってね。線に沿って切っていこう。切った丸と土台の画用紙を糊で貼っていくよ。糊で貼るとき、新聞紙や牛乳パックなどいらない紙を敷いてね。糊はこれくらい指につけて塗るよ。塗り終わったら手拭きタオルで手をきれいにしてね。次にスノードームに飾り付けをしていこう。まず綿棒とスタンプ台を用意してね。綿棒の先に好きなスタンプの色を染み込ませ、画用紙の上でポンポンと押してみよう。綿棒でやるのが難しかったら、こんな方法もあるよ。お家にある空容器を用意してね。空容器の縁の部分にスタンプ台で色をつけて、押してみよう。できたかな？次はスノードームに飾り付けするサンタさんを紹介するよ。折り紙を用意してね。白色が見えるように始めよう。まず半分に折って
お山を作るよ。この時にしっかりアイロンをかけることがポイント。アイロンをかけることができたら開こう。この線に向かって折っていこう。反対側も折るよ。アイスクリームの形になったかな？できたら裏返すよ。あ、大変！アイスクリームを一口食べちゃった。今からちょっと難しくなるから目印をつけるね。みんな、できるかな？白色から青色まで折ってしっかりアイロンをかけよう。開いたらこの線とここの線を合わせよう。裏返してサンタさんの顔を描こう。じゃーん、完成。素敵なサンタさんができたかな？サンタさんをスノードームにのりで貼ってみてね。他にも絵を描いたり好きなシールを貼ったりして自分だけのスノードームを作ってみてね。みんな上手にできたかな？ぜひお家で飾ってみてね。次の動画もお楽しみに。ハッピーメリークリスマス。